皆さんこんにちは。今日はクリップスタジオペイントを使ってキャラクターの表情の書き分け方について説明していきます。まずは絵文字を使って喜怒哀楽の表情の違いを解説した後、その4つを実際のイラストに落とし込んでいきます。その後にそれぞれの表情の応用編もお伝えしますね。ではまず喜怒哀楽の表現を解説していきます。絵文字のようなイラストを用意しました。それぞれの表情がどう違うか眉毛や口元に注目してみてください。一つ目は喜ぶ表情です。眉毛が上がって大きく口を開けて笑っています。二つ目は怒った表情です。眉尻がつり上がって口はキュッと結んだへの字です。ふんという感じで顔の中心にキュッと力が入っていますね。三つ目は悲しい表情です。眉毛も口も下がります。涙があると伝わりやすいですね。四つ目の楽しい表情は喜ぶ顔と似てるんですけど、眉尻は下がっています。逆に口角は上がっていて少し緩んだ表情をしています。基本的に今お話ししたポイントを押さえていれば書き分けはできると思います。でも人の表情はそのキャラクターの性格や個性、シーンによって変化していきます。その個性が可愛さやかっこよさ、魅力につながっているのではないでしょうか。次はこの表情をイラストタッチに書き換えながらより魅力を引き出す表情を描いていきましょう。まずは特に感情がないフラットな状態の顔を描きますね。はい、こういったクールだったり物静かな表情のキャラクターはカラーイラストなどの一枚絵でもよく描かれています。このままでも十分雰囲気は伝わるんですけど、ここから眉毛や口のパーツを少し動かすだけで印象が変わってきます。眉毛とまつ毛も少し上に上げてみますね。目の開き方が少し変わっただけでも印象が変わりますね。これに赤面線を足してみるとクールな女の子がドキッとときめいているような表情になりました。最初の表情と比べると眉毛の位置や目の開き方をちょっと変えるだけで感情表現の幅が広がります。その点を意識しながら基本の喜怒哀楽の表情を解説していきます。では喜怒哀楽の表情もイラストに落とし込んでいきましょう。フラットな表情から笑顔の表情に書き換えます。まず眉毛を上げて目を閉じさせてみます。これだと目が細いキャラクターっぽくなりますね。閉じていた口元を開けてみましょう。はい、笑顔の表情が描けました。人は笑った時に口角が上がることでほっぺが上がります。ほっぺが上がるのはまぶたを上に弧を描くようにすると表現できます。顔のパーツ全体が内側から外側に解放されているイメージで描くといいでしょう。笑い方もいろいろありますよね。例えば大きな口を開けて笑った時は体も大きく動くので顔を少し上に向けた角度で描いてみるのもいいと思います。さらに元気な笑い方なので眉毛をもう少し上に上げて、少し上を向いた角度なので鼻の位置も少し上にずらして口も大きく描いていきます。どうでしょうか。先ほどよりもキャラクターの元気で活発な性格や明るい様子が伝わってきませんか。次は目を開けて笑った顔を描いてみます。今度は目を開けるので先ほどより上にまつ毛を描きます。口は歯を出して笑っているようにしてみます。はい、いたずらっぽい表情になりました。歯を尖らせて刃にしても可愛いと思います。涙袋の線を描けば目が開いていても下まぶたが上がっているように見えやすいです。口角にもこういう線を加えるとニッと笑った口元を描くことができます。喜ぶ顔のポイントは顔のパーツが外側に解放するイメージを持つこと、口角が上がることで
頬や目元も上がることを意識すること。涙袋の線や口角の線を描くとパーツの上がり具合がより伝わること、この3つです。次は怒った表情を描いていきます。笑顔とは反対で顔のパーツを内側にギュッと寄せるイメージで描いていきます。眉間にシワを寄せて眉毛を吊り上げていきます。こんな感じですね。怒った時は体に力が入るようなイメージです。皆さんも自分が怒った時を思い出してみてください。お腹にグッと力が入る感じがしませんか？そこを意識しながら描いていきます。さらに強い怒りの表現を描いてみますね。今度は顔を下に向けてみます。表情の描き方で迷った時は鏡の前でその表情を言ってみたり、カメラで撮ってみましょう。真顔から表情を作ると顔のパーツがどう動いているかが分かりやすいです。はい、睨んだ顔を描いてみました。体に力が入っているので眉や口を少し丸みを取ってカクカクさせてみても怒りの感情が伝わりやすいと思います。もうワンパターン描いてみます。少し目を反らせてほっぺを膨らませるとツンデレな表情になりますね。顔は怒ってるんですけど可愛らしい仕草を加えることで違ったニュアンスの怒りも表現できます。怒る表情のポイントは眉間にシワを寄せたり口角を下げたり顔のパーツを中心に寄せるようなイメージで描くこと。怒った時は体に力が入るので顔をやや下向きにしたり線の丸みを抑えるとより強い怒りの表現になります。目の向きを変えてみたり頬の赤みを足すことで違ったニュアンスになります。次は悲しみの表情を描いていきます。今度は顔のパーツが全体的に下がるイメージなので眉毛を下げていきます。悲しい表情は怒りと違って体にはあまり力が入らず、でも涙をこらえたりするので眉や目元には少し力が入っているイメージです。眉尻を思い切り下げて目は下を向いているように節目にして目を伏せるのでまつげは下向きにしますね。はい、悲しい表情が描けました。口元は下唇を噛むイメージでキュッと力を入れたようにするとより感情が伝わると思います。口をなみなみした線にさせて口の端を下げてみるとまた違った印象になります。今度は目線を上げたバージョンを描いてみましょう。目の縁をなみなみさせたり瞳の中を潤ませると瞳に涙を溜めているような表現になります。瞳を潤ませると可愛さも出ますよね。一生懸命何か伝えようとするシーンが思い浮かびませんか？ちょっと話はそれちゃうんですけど、ギャグっぽい顔が出てくるシーンにはこういう泣き顔もありますね。瞳に涙をちびらせたり涙を目に溜めたり、こんな感じで頬にツツッと流してみてもいいですね。涙の量を調節すれば感情の波や大きさをかき分けることもできるので面白いと思います。悲しい表情のポイントをまとめます。顔のパーツは全体的に下がるイメージで描きましょう。眉を思い切り下げてみたり口元にギュッと力を入れてみたり、逆に力を抜いてなみなみとした線にしても悲しみが伝わります。流している涙の量に変化をつけると悲しみの強弱が表現できます。最後は楽しい時の表情です。基本的には喜びと似てるんですけど、私の中では喜びはやったーと声が出るような強い感情で、楽しいはそれよりも力が緩んだイメージを持っています。眉頭を上げて眉尻は下げて口角は上がりますね。なのでほっぺや目元は上がります。パーツを外側に開放するというより外側に緩むというイメージだと描きやすいと思います。こんな感じでほわーっと優しく笑っているような表情にしてみました。眉毛と目の形を少し変えてみましょう。眉尻は下がったまま眉頭をクシュッとした形に変えると冗談を言い合ってゲラゲラと笑っているような表情に変化します。楽しい表情のポイントは顔のパーツは内から外に開放するイメージで、
喜びより力を緩めると書き分けできます。眉尻は下がりますが口角は上がります。眉毛の描き方を変えると優しい微笑みからゲラゲラ笑っているような演出をすることもできます。ここまで基本の喜怒哀楽の4つの表情を使ってより個性や性格を描き分けられるような方法についてお話ししてきました。次は応用編として喜怒哀楽以外の表情を紹介します。まずは驚く顔です。驚きも喜ぶ表情のように顔のパーツ全体が外にパンと解放されるイメージで描いていきます。目を見開くので眉毛が思い切り上がります。瞳をちょっと小さめに描くとより目を見開いて驚く表情になります。口は閉じていてもびっくりした感じがあるんですけど、大きく口を開けさせてみたり、こうやって汗をかいてもいいと思います。あとは漫画でよく見るこんな記号を入れても面白いですね。こういった記号を満腹と言って、これを入れるとキャラの感情がより表せます。次は照れる表情です。怒る表情の時のように顔を下に向けて、悲しい時の節目も取り入れてみます。少し目を潤ませてみてもいいですね。頬をちょっと赤くさせて汗をかいてみても可愛いと思います。ツンデレのキャラクターにも使える表情じゃないかなと思います。次もよく描く表情のウインクです。まずは元気なキャラのウインクを描いてみますね。顔はやや上に向けて、眉毛は元気な感じなので思い切り上げて、口は大きく開けてみました。明るい笑顔で可愛らしい感じのウインクですね。今度はいたずらっぽいウインクを描いてみたいと思います。顔をやや下に向けて、眉毛はややつり上げて舌を出してみましょう。どうでしょう、同じウインクでもパーツをちょっと書き換えるとキャラクターの個性が表現できますね。ということで今回はキャラクターの表情の書き分け方を解説しました。基本的には眉毛や口の形、大きさに変化をつけることで書き分けができます。それでもうまく表情が書けないというときは、まずはこの絵文字のようなシンプルな顔を描いて、そこから自分の絵柄に落とし込む方法をやってみてください。漫画やアニメ、ドラマなどを見てグッときたシーンや、かっこいいな、かわいいなと感じた表情を研究するのもいいですね。どこに魅力を感じたのか分析して模写すると、その表情のポイントが見えてきます。逆にあまり魅力を感じない表情があれば、どうしてそう感じたのか、どういう風にすると良くなるかを考えると、感情表現の幅が広がっていくと思います。得意な表情も苦手な表情もとにかくたくさん描いて練習してみてくださいね。またイラストを描くときにおすすめなのが、私が使っているオービタルツースターナというデバイスです。いろんなショートカットが登録できるので効率的に作業ができます。説明欄にリンクを貼っておくので、ぜひご覧くださいね。皆さんのお絵描きの時間がもっと楽しくなりますように。最後までご視聴ありがとうございました。